すいません、撮影中でしたか。お寿司一ついかがですか。美味しいですよ。日本語は話せますか。ようこそグロシカチャンネルへ。今日はお寿司の話のようです。お寿司は好きですか。私は大好きです。あなたの国にはどのようなレストランがありますか。日本には大きく分けて2つのお寿司のレストランがあります。一つは回転寿司と呼ばれる安い寿司レストランで、私たちはそこではあまりマナーを気にせずに食べます。しかしもう一つの高級寿司と呼ばれるレストランでは、少し食べ方やマナーなどを気にする必要があるかもしれません。このように今日はお寿司にまつわる詳しい話をしていきたいと思います。お寿司の種類は大きく分けて4つあります。握り、軍艦、巻き、あとは刺身です。握りは、お刺身がご飯の上に乗ってるお寿司を握りと呼びます。軍艦は、それにプラス海苔が外に巻いてあるものを軍艦と呼びます。巻きはもう少し大きいバージョンの海苔巻きと呼ばれる、その海苔で、具を巻いたものを巻きと呼んで、最後に刺身はシャリと呼ばれるご飯を除いたものを刺身と呼びます。もし刺身をオーダーしたいときは、刺身をください、刺身をくださいと言えば刺身が出てきます。私のお気に入りはマグロとサーモンです。なぜかというと、子供の時に一番最初に食べたものがその2つだったからです。だいたい寿司は、生と炙りがあります。生は、料理されていない魚の刺身そのままの状態のことで、炙りっていうのはそのバーナーで火で炙ったことを、炙りと言います。朝ごはんに寿司を食べる人は聞いたことないです。昼ごはんと夜ごはんに寿司を食べることは多くて、特に高級レストランでしたりすると、昼ごはんランチタイムに、寿司を食べると安く食べれることがあるので人気です。私は手で寿司を食べたことはなくて、いつも箸を使って寿司を食べます。たまにその高級なレストランに行くと手で食べる方もいらっしゃいますが、あまり見たことがないです。わさびは普段はその寿司の中に、そもそもそのシャリとネタの間に盛り込まれていることが多いので、自分からまたさらにわさびをつけることはありません。醤油をつけるときは、普段は、ネタをコロッと倒して箸で掴んで、こうやってネタの部分に醤油をつけます。最初は味の薄い白身、身が白いお魚、例えばイカなど、イカやタイなどから始めて、だんだん味を濃くしていきます。味を濃くしていく途中にガリなどを食べて口を直して、最終的には、一番味の濃い、例えばサーモンなどを一番最後に食べます。例えばカリフォルニアロールや裏巻きと呼ばれるお寿司などは、北アメリカなどから逆輸入されたお寿司で、特にカリフォルニアロールは日本でも人気です。だけど裏巻きというアイディアはもともと日本人にはなく、やはり海苔を一番外側にしてお寿司を食べたいっていうのが正直な日本人の気持ちなので、あんまり日本でも見ることはありません。そうですね、人によると思うんですけど、私の家族はだいたい月に2回は回転寿司に行きます。大きな違いはないと思うんですけども、普通のお米と違って寿司米はお酢を入れて、あとは温度を冷ましたりします。見てくれてありがとう。あなたの好きなお寿司は何ですか。コメントに書いて教えてください。また見てね。バイバイ。